行から。都市銀行カードももちろん使える。ビバセブン銀行。みんなの ATM。 3時です。もしもし。もしもし。お名前は？ハルカイトです。ハルカイト。はい。ハルカイト、春のタコですか、それともハルカちゃんの糸ですか？ラジオネームです。ラジオネームハルカイト。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おいくつで？35。はい。と言った理由は何でしょうね。恥ずかしいかなと。本当は45だけど。うん。そのぐらい。そのぐらい。はい。どうだろう、大胆に、大胆に2、30サバ読みゃいいのに。そうでしたね。18歳くらいにしときますか。そうですね。18でちょっと、もう一回最初からいきますよ。はい。もしもし。もしもし。お名前は？ハルカイト、18歳です。18歳。高校生ですか、フリーター。いえいえいえ。大学生。卒業してます。卒業してる。はい。お仕事何を？一応会社員です。会社員。本当に会社員なんですか？そうですよ。はあはあ、ええ。そんな、ハルカイトさん。はい。今日ですね。はい。募集しているテーマは、足りなくて大失敗なんですが、はい、何がどうしてどうなった？はい。ですね。ええ。今年の8月にですね、ええ、長男を出産した時の話なんですけれども、はあ、そこの病院、立ち会い出産で主人も立ち会いをして、ええ、で助産師さんがですね、以前長女の出産の時にもお世話になった方で、うん、結構顔見知りの方なんですね、はあはあ、であと研修生がついて、うん、で先生がいてっていう中での出産だったんですね、うんうん、で子供が生まれた時に、うん、助産師さんの第一声がですね、うん、ほら男の子ですとか女の子ですとかおめでとうございますとかではなくて、うんうんうん、ほら見てパパよりふさふさよって言われてうちの主人もあっという普通なんですけど、うそー、パパよりはちょ、うん、パパの方がちょっと足りなかったマジか、もう周り一面苦笑して固まってしまったっていう話です。失礼な。いやーでも面白かったんですよね。私は笑っちゃったんですけどね。ねえ、いやまあ面白いっちゃ面白いんだけどさ、ねえ、産む側としては無事母子ともに健康で産めてるかどうかの方が心配なのにさ、このタイミングで何言ってもいいってわけじゃないよみたいな。でも痛さが吹っ飛ぶぐらいちょっと面白かったんですけどね。なるほどね。主人も笑ってたんですけど、うん、ちょっとやっぱりショックだったのかなっていう。いやショックだ、絶対ショックだって。冗談の一言だと思うんですけど、うん、だからね今もこっそり電話してるんです。なるほどね。いい奥さんじゃないですか。まあ、ね、勝ちましたんでこれは待っててください。ファーストキャンプ賞です。おめでとうさーんでした。ひどい助産師さんだ。助産婦さんって言わないんだね、男性がいる場合もあるからってことね。助産師さん、そうだよね。カメラマンも言わないでしょ。カメラウーマンって言わないわけだから、カメラスタッフだよね。他にもなんかあるんじゃないの。女優も言っちゃいけないでしょ。役者俳優とかでしょ。だから役者さん女優さんっていう言い方で役者の中に全部入ってるからっていうことでしょね。めんどくさいね。そんな、ハルカイトさんが、ファーストキャンプ賞、本日足りなくて大失敗がテーマです。電話ファックス E メールお待ちしております。足りなくて大失敗、お金が足りなくて、人数が足りなくて、知識が足りなくて、配慮が足りなくて、身長体重などが足りなくて、力が足りなくて、材料や燃料が足りなくて、時間が足りなくて、準備不足で、説明不足で、たくさんあるでしょう。誰かの何々が足りなくて自分が失敗しちゃったという話でも OK です。電話番号03-3582-1111 03-3582-1111、 ファックス番号03-5562-0954 03-5562-0954、 E メールアドレスはパカパカアットマーク tbs.co.jp。 どしどし待ってます。電話がかかりにくいっていう人はファックスにしてください。というわけで今日もお送りいたしましょう。週に1回あなたもバカを吐き出してスッキリしよう。サタデー大人天国、宮川まさるのパカパカ行進曲。
毎週でっかい声でレーティングだから言わなきゃいけないんだと思って、なんかすごいゆるく言ったなんか、ね、ここで大きな声出すの損だみたいな気持ちが働いた来週レーティングです。レーティングというのは聴取率調査週間ですね。あとでたっぷりですね、お知らせしますので、一つよろしくお願いします。決まりましたね、日本のワールドカップの対戦相手がブラジルが入ってる。いいのか悪いのか、そしていつの日も開催国はぬるいグループに入るのはなぜなんだろう。まあいい感じでね、いけばロナウジーニョとの対戦も見られるかもしれないわけでって思うと、それなりに僕はワクワクしたいとは思うんですけどね。足りなくて大失敗、僕もいろいろありますね。コミュニケーション取れてるつもりで取れてないっていうのが案外あるからね。俺みたいにね、なんかこう口が達者なように見えて、でもちゃんとしたことを伝えてないから相手が、あ、それ聞いてませんみたいなこともあったりするよね。今日俺が何だったのはね、今日僕は久しぶりに朝、家にいてガキと一緒に飯を食おうみたいなことを考えてたんだけど、風呂に朝沸かして入ってたんだけど、脱いだシャツの胸ポケットに、携帯入れてたんですよ。で、朝起きてまず着た服だから、まあこれこのまま今日一日着ようと思ってるじゃないですか。洗濯物の中カゴには入れないで置いといたものを、女房がですね、洗濯しやがりましてですね、変えたばっかりなのに携帯、今日家出るときに気づいたんですよ。もう昨日かな、昨日胃カメラ飲んで、で胃カメラの結果を聞きにパカパカの前の午前11時ぐらいに池袋の病院に行くはずだったんだけど、あれ行かなきゃ、あれ携帯がない、携帯がないって、あれあ、俺胸ポケット入れて、あ、現れてる、あれ、ガバッて開けたら、あのね、ちゃんと洗濯機っていうのはちゃんとしてるもんですね。あのね、ちゃんとね、蓋とか電源とかね、3つぐらいにバラバラになってました。ちゃんと中で。ちゃんとシェイクしてるんだ、これはっていうことを僕は実感できて、切なかったな。本体、電源、蓋、かき集めて。でね、一番もっと悲しいのはね、こうボタンを押して電源入れてみる自分がいるじゃないですか、そこに。でピッピーとか言って言うんだよね。切ないな。一回映るんだよ、液晶の画面が。水没したの俺初めてだからさ、いろんなことやってみちゃった。水没した中が霧がかかったように、なんか水槽みたいになるんだよね、中に水が入って。で押すとプニュンプニュンって、なんかね、なんつうんだろうな、エッチな、ラブホテルのなんか、ウォーターベッドの中に金魚飼ってるみたいな、そんな感じになるんだよね。不思議だったな、痛かったな、俺。結局ね、いろいろいじって車の中で充電とかしたんだけど、ある時に、まるで、なんかね、なんかもうダメだよって俺に言ってるかのように、ブルルルって言って、なんか、バイブレーターが1分ぐらい、ブルルルってなって止まった。っていうことがあった。そう、うちの女房とのコミュニケーションが足りなかったっていうことらしいんだよ。女房はね、全然覚えてないみたいだな。洗い流してばっかりだよ。この間は iPod シャッフル洗い流されるし、iPod シャッフルを洗い流したことさえも洗い流してる。そんな感じが僕は許せない。足りなくて大失敗、バカスタッフもいろいろあるようなので、ここで軽く紹介です。100円ショップでどうせ100円だからとガバガバカゴに入れたら、レジに行ったら、財布が小銭入れしかなく、数百円しか入っていなかったので、100円ショップでいくつか返金するという屈辱を、いくつか返品するという屈辱を味わってしまったのに、屈辱だ。これとこれとこれはいりません。だけど、それが、これとこれとこれ、1、2、3、あ、これもいりませんって言ってるから、あ、金がねえんだってのはバレバレなんですよね。これ必要じゃないから返してるんじゃないっていうことがバレバレ。かっこ悪いですね。合コンで女の子の彼氏の職業を聞いたら SE と答えた。が、僕の知識が足りなかったのか、システムエンジニアじゃなく、先にサウンドエフェクトが思い浮かび、しばらくの間全く噛み合わない会話をしてしまった。あるね。
前のうちの劇団員は、おい、ちょっと SE のレコード持ってきてねって言ったら、シーナ・イーストンのレコード持ってきたんだよね。おかしかったな。確かに SE だけどさ。わかりました。シーナ・イーストンじゃないんですか。お前何こんなの持ってきてんだよ。面白かったな。続いて、作家 0.3 面が、作家をやるにはボキャブラリーが足りないと自覚している僕。先日も小花輪さんに話をしている最中。大量のエロ本を処分しようと思って家から古本屋まで何回もピストン運動で運びましたよと言ってしまいました。すぐ間違いに気づき、ピストン運送と言い直したら、シンさんにそれを言うならピストン輸送でしょと指摘されました。ボキャブラリー足りない放送作家多いよね。友達の作家はリニューアル、番組リニューアルした方がいいと思うんですよって力入れて言ってるときに、番組リューニアルした方が、あ、なんだっけ、ニューリアルだ。番組ニューリアルした方がいいと思うんですよ。わかんない、わかんないんだよ。新たにリアルに。作家見なら奥山くん、電化製品の知識が足りず、Windows が出回り始めた時にドス V を使っていたのに、Mac が便利と聞いて、チェンジして失敗。ゲームもプレステをではなく、セガサターン、ドリキャスと続けて失敗。電化製品の買い替えで成功した試しが一度もない僕です。いや、別に Mac は Mac で別に不便ではないですよ。周りがね、どうこうっていうことで言うとあれかもしれないけどね。TD シンくん、彼女が誕生日プレゼントを買ってくれるというので一緒に洋服屋に行きました。試着して気に入ったのでレジに行こうとすると現金が足りないからカードでいいかなと彼女、いいんじゃないと言うと、でもあんまりカード使いたくないんだよねっていうので僕が現金を立て替えました。その後違う店で気に入った服を見つけた彼女は即決でカードを使ってました。彼女は僕にプレゼントする気があるんでしょうか。年末に僕の小遣いが足りなくなるのが不安で仕方ありません。ねえ、金づるなんですかね。これ1回目ですかね、こういうことは。1回目、あ、そうでもない、そうでもないの、そうでもないのかよ。何度かあるんだ。ああ、それは彼女は彼氏と思ってないかも分かりませんね。一緒に住んでんだよね。家賃は彼女先輩払ってんすかね。ああ、なんで間を置いてからうなずいてん。ねえ、だとしたら本当の彼女かもしれませんね。AD 亀田裕樹、ディレクターに、スターウォーズやディープインパクトといった映画の外録コメントを取ってくるように言われました。間違えね。早速いろんな人に話を聞いてディレクターに報告。しかし私は競馬新聞で頭を叩かれました。ディレクターは、スターホースのディープインパクトについて聞いてこい。なるほどねと言っていたのです。スターウォーズやディープインパクトといった映画の外録コメントじゃない。スターホースのディープインパクトについて聞いてこいと言ったのです。競馬の知識が足らなかった私、ディープインパクトが無敗の三冠馬だということを後で知りました。なるほど。ディレクター小花は春夫。じゃあつい最近ってこと？亀田つい最近なんだ。若かりし頃の話じゃないらしい。ディレクター小花は春夫、7年前のある話。あるミュージシャンの特番を撮って絶対に放送してくれるなと言われた部分を切っていったら、どうやったって尺が4分ほど足りなくなってしまいました。しょうがないのでそのミュージシャンの新曲を編集、5分くらいの曲を2つくっつけ、およそ10分の超大作を勝手に作り上げて、もうええや。翌日レコード会社の人に、なんてことをしてくれるんだと死ぬほど怒られました。そうだよね、そうだよね。優秀社員 P 石垣富士雄、今から4年前、パカパカスタッフ総勢10人でフグを食べに行ったんですが、あ、行ったね。途中で現金払いしかできないことが発覚。あったよ。しかし財布には数千円、お金が全然足りないので、みんなが食べている最中に店を出て銀行に走りました。走ってましたよね。しばらく帰ってこなかったんだよ。結局支払いは OK だったんですが、宮川さんに散々食べてお金が足りなくなって払えなくなった石垣が銀行に泣きながら金を下ろしに行った後、未だにネタにされます。その度に宮川さんの首を絞めたくなります。いや、もうね、あの時のフグほどまずいものはなかったよ。本当にね、みんな不安でさ、食べていいのかなって感じなんですよね。食べない方がいいの？どうすんの？みたいな感じなんだよ。小物の小物たるゆえん。象徴的なエピソード。だって俺たちみんな食ってる時に、目の前で、その時のディレクターの花房さんとかに、花房さん、金持ってる？って言ってるんですよね。
え、どっかですか、どっかですか、とか言って。もうドキドキだったなねえ。残しといた方がいいんじゃないのみたいな。ラストマンスタンディングで優勝賞金3万円、ファーストチャンプ賞が5000円、そして宮川賞として3時台、4時台からそれぞれ1人ずつ5000円を差し上げます。そして惜しくも各賞に漏れてしまった出場者全員に TBS 特製クオカードをプレゼント。今日のテーマは足りなくて大失敗。皆さんからの電話ファックス、E メールお待ちしております。受付電話番号は 03-3582-1111、03-3582-1111、ファックス番号は 03-5562-0954、03-5562-0954、E メールアドレスはパカパカアットマーク tbs.co.jp、 電話の受付は4時40分頃までですが、お早めにね。劇団、ビタミン大使 ABC の劇団員野村さつきが登場するパカパカ咲いたハッピーライフもあるよ。サタデー大人天国、宮川勝のパカパカ行進曲。ご用心、はい、忘れもご用心、あ、そーれ、ジャンジャンジャンボがドカンと当たる、三国一億ドカンと当たる、296人億万長者へひとっ飛び、年末ジャンボ三億円、20日まで。冬中って音が聞こえるよね。え、音、どんな、どんな、ほらね、だからやっぱり投資は投資、東京中日スポーツ。何がどうしてどうなった？再び大人天国。何がどうしてどうなった？宮川勝の。何がどうしてどうなった？バカバカ行進曲。何がどうしてどうなった？時刻は3時16分になりました。TBS ラジオがお送りしている宮川勝のパカパカ行進曲。続いては勝ち抜きバカ大人選手権ファーストステージ。今日のテーマは足りなくて大失敗。ラストマンスタンディングで3万円が優勝賞金。現在の暫定チャンピオンはこの人だ。助産師さんの第一声がですね、ほら男の子ですとか女の子ですとかおめでとうございますとかではなくて、ほら見てパパよりふさふさよって言われてひどい、ひどいですよね。前もってそういう話を旦那さんとしてたんだったらまだわかりますよね、まだいきなり言われたら旦那としては、あ、これが自分の、これが自分の子供なんだって感動してるとき、え、なんでそんなこと言うのっていう感じですよね、絶対的にね。すごいいい感じですよ。この人は倒されてしまうのでしょうか。もしもし。もしもし。お名前は？いいクレーマーです。いいクレーマー。え？クレームつけるのは、まあクレームつけるけどいいクレーマーってことですね。うん、そうですね。おいくつで？27です。27歳。お仕事何を？一応小さな会社で代表取締役ということで。おお、ということは GA チーム、トラドラチームで言えば GA チームに入りますかね。そうですね。ただですね、僕、小さな会社というか、まあ何より自分しか働く人がいないような会社なんで、毎日トラックに5、6時間乗ってるんでちょっと微妙な位置にいるんですよ、ね、ああ、なるほど。自衛兼トラドラって感じですね。いつもね、どっちなんだろうな俺はと。なるほどね。ちょうど間の存在かなと。なるほどね。うん、間というか、まあだからハイブリッドってことでいいんじゃないですか。ああ、いいですね。パカパカハイブリッド。ねえ。喜んでる、喜んでる。ハイブリッド、ハイブリッドって言葉に喜んでますね。いや、いいですね。結構喜んでますね。じゃあ、ハイブリッドで。ハイブリッドな、社長、いいクレーマー27歳、はい。足りなくて大失敗は何がどうしてどうなった？ちょっと、まあ、しばらく前の話なんですが、コインパーキングに車を止めていたんですよ。うん、で、まあ、生産しようということになりまして、で、パッと見たら、生産金額が300円なんですよね。で、僕の手元には1万円札と500円玉と10円玉が3枚あったのかな。で、まあ、500円玉で生産しようと思ったら、500円玉は使えないタイプだったんですね。だからまあ、近くにある自動販売機でジュースを買って、両替して生産しようと。で、520円入れてジュースをポチッと買ったわけですよ。そしたらですね、4枚100円玉が返ってくるはずが3枚しか返ってこないんですよ。1枚足りないと。で、自販機叩いたりいろいろしてみたんですけど、出てこないから、パッと見たら100円釣り切れのランプがついてるんですね。そんな切れてからつくんじゃ意味がないじゃないかと。プツーンときまして、すぐ
何かあったらこちらの番号にっていうところに電話しまして、うん、100円返ってこないぞと、うん、こんなんじゃ釣り切れランプの意味ないだろうと、うんうん、どうしてくれるんだと、うん、そしたら向こうはあの花からもう平身低頭で謝ってるんですよ、うん、申し訳ございませんと、うん、今すぐあの社員のものに、まあ、近くにいる社員を探してすぐそちらに100円持っていかせますんでと、うん、言うんで、それ僕もあのそこまでさせるのもあれだなと思って、うん、いやいいんだよと、俺は今なんか100円足りなくて困ってるわけじゃないんだと、うん、ただこれ100円が返ってこないね、うん、このお釣りが足りないのに、うん、ね、520円入れてジュースが買えるこの仕組みは何なんだと、うんうん、これじゃダメだろうと、あ、はいはいはい、うん、俺は100円が欲しくてこう言ってるんじゃないと、うん、この仕組みは納得いかないんだと、うん、力説しまして、うん、だからわざわざどっから来るか知らないけど社員に持ってこさせたのバカなことを言うなと、うん、それよりこの仕組みは直せと、うん、うん、分かったなと。なるほどね。もうあくまで 100円が惜しいわけじゃないんだっていうことを声高に言いたかったんだよね。そうなんですね。あの、うんうん、ちょっとね、100円でちっちゃい男だと思われたくもないんで。うんうん、で、まあ、分かったかと言ったら、ありがとうございますという言葉をいただいて、うん、ね、じゃあ、ちゃんと直してくれよと、うん、ね、子供にさせるなと、うん、言って電話を切って、うん、で手元に100円玉3枚で、駐車場の料金も300円、うん、で、ちゃんと精算できると。うん、で100円玉1枚入れて、うん、駐車場の表示が200円になった、うん、で、あと2枚入れれば終わりなんですけど、その瞬間時間が来たらしくて300円にピッて You win! 上がっちゃったんですよ慌てて100円残り気持ちの2枚入れたんですけどね、いや間に合わないダメなんですよね一瞬こう頭が真っ白になっちゃいましてね、あの自販機のところに行ってもう一回ちょっと叩いてみたり、携帯開いてもう一回かけてちょっと持ってきてもらおうかなとか、でも手持ちも1万円札しかないからどうしよう、でももう一回かけて持ってきてもらえばこの1万円札崩さないで済むんだよ、でもかけたらみっともないと、うん、でも夜100円足りなくて困ってるんだと、うん、すっごい迷ったんですけど、うん、プライドを取ってあの近所のコンビニに1万円札でいらないジュースもう一本買いに行って、うん、生産して帰ってきましたいいクレーマーですね、いやクレームつけたことでまた100円多く払ってますからね、そうですよね、うん、結局ね、うん、うーん、なんかやっぱ泣き寝入りが一番いいのかななるほどね、まあ泣き寝入りしなくてもいいとは思うんだけど、100円にこだわってるんじゃないんだよっていうところにこだわらなくてもよかったかもしれませんね、あー、さらっといきますね、しれっとね、100枚さんこれ待ってください、これだからあの両方の勝利ということになるんですよね、トラドラ VS 自衛ということで言えば、続いてもしもし、もしもし、お名前は、はい、のろのろかめこですのろのろかめこくん、はい、おいくつで、44歳ののろのろかめこくん、お仕事何を、働く主婦です、主婦、はい、働く主婦ですね、はい、何をやって働いてるんですか、いろ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 秘密、秘密、はい、言えないこと、はい、言えないことなの、いえ普通の仕事、あー、はい、びっくりした、ニキータみたいなおばさんと思ってみたいそんなことはないか、はい、今日テーマはですね、足りなくて大失敗、何がどうしてどうなった、はい、ですね、20年ほど前のことなんですけど、うん、その日は教習所で卒業検定だったんですね、うん、で一般道路ではスピードを出さなければまあ失敗も少ないかなと思って、でまあ、心の中で丁寧にゆっくりゆっくりと言いながら検定に臨んだんですけど、うんうんうん、で左折はやっぱ巻き込み注意してスピードを落としてゆっくりゆっくりと、うん、とにかくもうゆっくりを心の中に、うん、思って、で緊張でもう何が何だかわからないうちに今その検定は終わったんですけど、うん、まあスピードを出してないから大きなミスもないので、まあまあ上出来かなと思ったんですね、うん、でしばらくして合格発表がありまして、うん、先ほどのなんか教官がなんか真っ赤な顔をしてこっち睨んでるんですね、うん、で私なんかしたっけと思ったんですけど、なんかみんなの前で今日の、うん、総評が始まって教官の視線がまた私に向けられて、うん、なんか激怒し始めたんですね、うん、で車のスピードには限度があります、何度も歩いている人に追い越されたんだ、ある程度スピードがないと乗れないで興奮していく教官なんですけど、うん、でも採点の中にスピードが足りないから
で減点する項目がないらしくって、うん、すっごく悔しい顔で合格の番号を書いた紙いただきました。なるほどね、なるほどね、まあスピードが足りなくてっていうか、スピードが足りなくて大失敗っていうよりは、スピードが足りないと卒業証書出さない方がいいんじゃないのっていう項目を作っとかなくて、それが足りなくて大失敗みたいな向こう側のことなんでしょうかね。今日募集しているテーマは足りなくて大失敗です。お金が足りなくて、人数が足りなくて、知識が足りなくて、配慮が足りなくて、身長体重などが足りなくて、準備が足りなくて、睡眠不足で、説明不足でなどなど、力が足りなくて、材料や燃料が足りなくて、時間が足りなくて、家族や友人など誰かの〇〇が足りなくて自分が失敗しちゃったという話でも OK です。あなたのお電話お待ちしております。電話番号03-3582-1111、 03-3582-1111、 ファックスナンバー03-5562-0954、 03-5562-0954、 E メールアドレスはパカパカアットマーク tbs.co.jp、 どうしどし待ってます。ここで一曲聴こう。シカゴ、素直になれなくて。10% キャッシュバック、さらに 8% のポイント還元、下取りも保証、全店挙げて安さ宣言のありがえんゴルフ。ありがえんゴルフ。小売店の皆さん、食品価値の現金問屋、安野です。
売れ筋人気商品が何でも揃って、しかも安い安の。ただいま全店で年末用商材お買い得市開催中。毎日がお得、しかも便利。お近くの現金問屋安のをぜひご利用くださいませ。時刻は3時29分になりました。サタデー大人天国、宮川勝のパカパカ行進曲。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁交通管制センターの薄井博子さん、お願いします。はい、高速道路は福島県内の磐越道、吹雪のため上下線の磐梯熱海インターと会津若松インターの間通行止め続いています。新規制の方は上信越道、名の町と中郷の間、また磐越道、東北道も福島県内から北側で滑り止め必要です。首都高速は都心環状線の内回り北の丸トンネル、乗用車同士の事故、江戸橋から混んで通過に20分、環状線を先頭に4号線の上りは永福から通過に45分、5号線の上りは東池袋から20分、神奈川第三京浜から首都高三沢線への三沢ジャンクション、トラックの横転事故のため第三京浜方面へは3キロ、横浜新道には1キロ渋滞伸びています。都内は杉並区内の青梅街道の上り天沼三丁目、バイクと乗用車の事故、1キロ半通過に25分。警視庁から以上です。ありがとうございました。続いての TBS ラジオ交通情報は3時55分頃お伝えします。ラジオでマイルキャンペーン、キーワード発表。今日12月10日のキーワードは兼六園、兼六園です。このキーワードを書いて TBS ラジオのホームページ、携帯サイトからご応募ください。今なら ANA ご登場でダブルマイルキャンペーンも実施中。宮川勝のバカバカ行進曲。この番組は週に1回、大人たちが自分のバカを吐き出しスッキリするバカ大人のための番組です。皆さんお元気ですか、生島博史です。暖かい季節は痛みを感じなかったのに、寒くなるとまた痛みを感じるという方が多くいらっしゃると思います。コートのボタンがうまくかけられない、足の甲が冷えて重だるい、こたつから立ち上がるときに足が痛む、このような症状に思い当たったら最瞬間制約所の通算等を始めてみませんか。通算等は痛みが散るお湯と書きます。この通算等、5種類の生薬を配合、神経痛やリウマチの痛みを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品なんです。無料の試供薬をご用意いたしております。ぜひ最瞬間制約所へお気軽にお電話を。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-305-305、 0120-305-305 です。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。以上、最瞬間制約所から通算等のお知らせでございました。よく見える、ブランドで、価格で、技術力で、全部納得、メガネの板垣、メガネの板垣、ただいま全店でメガネセッタ開催中。再び大人天国、宮川勝のバカバカ行進曲。3時33分ですね。TBS ラジオがお送りしている宮川勝のパカパカ行進曲、続いては勝ち抜きバカ大人選手権セカンドステージ。今日のテーマは足りなくて大失敗です。ラストマンスタンディングで3万円が優勝賞金、現在の暫定チャンピオンはこの人だ。100円玉1枚入れて駐車場の表示が200円になった、うん、であと2枚入れれば終わりなんですけど、その瞬間でも時間が来たらしくて300円にピッて悲しいよね、本当悲しいよな。あとコインパーキングで悲しいのは、反対側の隣の金払ってる時悲しいよね。あっつって、あっ自分の車のとこに戻ると隣の車の下がウィーンって下がってて、うわ間違えたねえ、この人は倒されてしまうのでしょうか。もしもし。もしもし。お名前は。数合わせです。数合わせくん、はい、おいくつで。24歳です。24歳数合わせ、はい、お仕事何を。自由業です。第三勢力を築こうとしてるわけ。そうですね、ちょっと自営でもないので。自由業。自由業です。はい。何系の自由。
出版関係ですね。出版関係の自由、はい、出版なのに自由なんだ。はい。じゃあ自衛側に入れとく。え、嫌なんだ。ああ、自衛じゃないですね。自衛じゃないからね。自由で、はい、第三勢力をすごい作ろうとしている自由業、はい、数合わせ君、はい、足りなくて大失敗は何がどうしてどうなった。あ、はい、高校生の時の話なんですけど、うんうん、あのハンドボール部の友達にですね、うん、大会に出るのに水が足りないから助っ人として出てくれないかと、うんうんうん、まあ数合わせとして呼ばれたわけですよ、うんうんうん、で僕体育会系ではないので、うん、嫌だったんですけど、うん、しぶしぶ OK したんですね、うん、で僕はちょっとその数合わせだけの人間なんで、うん、練習とかも別にしたりしないで、うん、最低限のルールだけ聞いて大会に臨んだんですね、うん、で大会始まりまして、うん、試合も始まりまして、うん、まあそんな部外者で数合わせしなきゃいけないようなクラブなんで、うん、当然弱いんですよ。ああ、なるほどね。で、部外者の方も言うのもなんですけど、弱いなんて、うん、で、あっという間に点差開くんですけど、うん、あの正式なハンドボール部のやつらはあの負けたくないんですよね、うんうん、普段練習とかしてるでしょうし多分、うん、一応ね、うん、で、まあ弱いなりに、あ、ごめんなさい、弱いなりに負けたくないんですよね、うん、で僕はそれまであのコートの中を行ったり来たりしてただけなんですけど、うんうん、初めてキャプテンから指示が出たんですよ、うん、ボールを持ってるやつにあの抱きついてでも止めろって。ああ、なるほど、うん、で僕も言われるがままにあの抱きついたんですよ、あの、うん、あっこちゃん人形みたいにして、うん、なんかよくわからないんですけど、うん、まあ、抱きついてでも止めろっていうからには抱きつくのが一番止めるのにはいい方策なのかなと思うよね。ルールを知らなければ ね、ルール知らないですか、うん、抱きついてでも止めろって、よし、そのぐらいの気持ちでってことは、そのぐらいのやった方が喜ばれるんだなと思うよね、それはね、でそれをまあ何度か続けてたらですね、うん、審判からあのイエローカードの警告が出まして、ああ、はい、でそれで僕あの、カードっていうのはもらえるものかと勘違いしてたんですね。はあ、でイエローカード、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、イエローカード、はい、イエローカードの警告出たんです。ああ、はい、それくれるのかなと思ったんですよ。ああ、僕がもらわなければいけない。うんうんうん、でそれ僕よくわからないのは、その審判のカードをぶんどろうとしたんですよ。ああ、ああ、ああそしたら審判が話しなさいと。You win。寝る前にピンって出すからね。でパッとこうなんかあのババ抜きの最後の1枚を取って負ける人みたいな感じでこうピッとこう抜いたわけだよね。それからね、で審判の人がはい上がりとかいうような感じになるような、そんなババ抜きをやってるようなそんな感じで抜いちゃったわけだよね。はい、そうしたら、話しなさいと言われて、話しなさいと言われて、まあ、うん、そのまま引っ込められちゃったんですけど、うん、僕もやっぱりあのもらえるものかと思ってたんで、まあ面白くはなかったですね。お土産が減っちゃったみたいな。もらえるはずなのにと。はい。ああ、なるほど、ね。そのまま勘違いしっぱなしで大人になっちゃいました。ちなみにその時の試合はボロ負けです。何か言われた？キャプテンとかから。え、まあ多分本人たちも負けると思ってたな。そう、まあね、分かってん、もうしょうがないとは分かってんだけど、何やってんだあいつっていうふうに思ってただろうね。うん、勝ちましたんでこれは待っててください。続いて、もしもし、もしもし、お名前は、漢字でお願いします。漢字、はい、漢字、いや漢字、漢字で、おいくつで。31です。31歳、幹事は、お仕事何を？歯科技工士です。あ、歯科技工来ましたね。いや、僕はね、あの、歯科技工派閥っていうのもね、もうちょっと頑張ってほしかったんですよ。で、頑張りましょう。頑張れ、頑張ってくださいよ。歯科技工派閥の中には、はい、僕の中ではね、自衛と、トラドラでしょ？あとは、はい、卓上室内ワークチームっていうので、歯科技工士とか、デザイナーの方とか漫画家の人とかね、
そういう人にこうね、ちょっと一大勢力を築いてほしいなと思ってるんですよ。いや、鹿木が頑張んなきゃ。そうですよ。鹿木校の人は結構ラジオ聞いてますからね。そうですね。そんな、幹事くん31歳、足りなくて大失敗、何がどうしてどうなった？25歳の時なんですけども、うん、友達3人で遊んでまして、うん、そろそろ忘年会の時期だねっていうことになりまして、うん、でやるってことになって、うん、いや、じゃんけんで負けたやつが幹事だっていうことになりまして、うん、自分負けたんですよ、うん、で、お前らこのままじゃ人数足んなくて寂しいから一人一人声かけて連れてこいっていうことになりまして、うんうん、でその日はそれで別れちゃったんですね、うん、で大体自分の中じゃ15人ぐらいだと思いまして、うん、それなりの雑誌を調べて予約したんですよ、うん、で当日になりまして、うん、で集まってくるやつがお待たせとか言いながら来て、うん、友達来てないからちょっと待っててねっていうのが何回かありまして、うん、合計40人ぐらいになっちゃったんですよ。ほう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 。そしたら予約したとこ15人ですから、うん、全然足らなくて、うん、休業ダメだっていうことで新しいとこ会場を見つけて予約してたんですよ、うん、10人から OK のカラオケありっていうパーティー会場ありまして、うん、そこに電話したんですよ、うん、会場空いてますかっていうことで、うん、電話したらはい、うん、ありますっていうことなんで、うん、予約入れて行ったんですよ、うん、で支配人に案内されて、うん、エレベーター乗って着いたところが、うん、あのその階全面会場になっているフロアで、うん、聞いたところ200人くらい入る会場なんですよ。ああでこっち40人しかいませんですから、ああ全然人数の方が足んなくなってしまいまして。どういうこと？それを区切るとかじゃなくて広いとこありますよっていうことで OK してくれてたんだ。そうなんですよ、うん、で連れて行くとかもう200人以上入るところですから、ああ全然ガンガランなんですよ。もう、角っこの方で、カラオケとかやってたんですけど、エコーかけないのに、もう、大エコー状態で。なるほどね。すごい、40人で5分の1ぐらいのエリアで片隅でやってるって感じだよね。そうなんですよ。みんなの視線が冷たくて、針の無償でしたよ。そうだよね。全然盛り上がんねえよみたいなことだよね。全然盛り上がんないですよ。そうだよね、みんな静かに自分のことを乗せてくれるんですよ。ああ、なるほどね。勝ちましたんでこのまま待っててください。なるほどね。あまりにも広すぎてもっていうことなんだな。ある程度の広さっていうのが求められるんだね、忘年会とかそういったようなものは。広きゃいいってもんじゃない。勉強になりますね。今日募集しているテーマは足りなくて大失敗です。お金が足りなくて、時間が足りなくて、力が足りなくて、体重が足りなくて、身長が足りなくて、準備不足で、説明不足で、などなど、家族や友人などの誰かの何々が足りなくて自分が大失敗こいちゃいましたという話でも OK です。あなたの電話、ファックス、 E メールお待ちしております。電話番号03-3582-1111、 03-3582-1111、 ファックス番号03-5562-0954、 03-5562-0954、 E メールアドレスはパカパカアットマーク tbs.co.jp。 どしどし待ってます。パカパカ最多ハッピーライフ。このコーナーは生活デザインマガジン最多の提供でお送りします。久しぶりに会った友達に、結婚したのに全然変わらないねと言われた。こう見えても結構成長してるんだけどなと思いつつ、自然と笑顔がこぼれてる。変わる私と変わらない私、暮らす私と着こなす私、生活デザインマガジン最多リニューアル創刊。サタデー大人天国、宮川まさるのパカパカ更新曲。
カバカ咲いたハッピーライフはセブン&アイ出版から発売されている生活デザインマガジン咲いたの紙面と伊東洋華堂の売り場とのコラボコーナーです。毎回劇団ビタミン大使 ABC 野村さつきがお店からリポート。野村、はい、どうもこんにちは。劇団ビタミン大使 ABC の人気アイドル女優野村です。はい、本当にアイドルみたい。嬉しい。はい、うん、私は今さいたま市北区にあるイトーヨーカドー大宮宮原店1階の最多販売特設コーナーに来ています。はい、はい、こちらのお店お邪魔するの2回目なんですけれども、もうすっかりクリスマスムード満点でございます。あ、なるほどね。あの目の前にですねお花屋さんがあるんですけど、うん、あのポインセチアって宮川さん分かりますか？あ、分かる分かる。クリスマスのあの赤いやつです、うん、あれとかがねいっぱい並んじゃって、なんかもうすぐクリスマスだなと思って、うん、またちょっと悲しくなってきました。なんでアイドルじゃないのに、アイドルって人気者なんじゃないの？そうだったそうだった、私にはみんなが付いてるんだった。わーい、はい、乾いた乾いた、おたけびいいよ、いい感じで、はい、うん、ということでですね、うん、私の隣にはこちら伊東洋華堂大宮宮原店の宿澤店長がいらっしゃいます。宿澤店長、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは、大宮ステラタウンの流れあります伊東洋華堂大宮宮原店の店長の宿澤でございます。ファッションのお店大宮宮原店から少しご案内申し上げたいと思います。まず衣料品、これからクリスマスに向けてのラグジュアリーなコーディネートスタイルから誰でも品よく綺麗になれるクラシカルレディーのスタイルまで提案しております。また寒くなってきました。婦人 CC ともに、コートを充実して、お待ちしております。今年トレンドのファースキーのロングダウン、もう今年はファーザーついてないとダメです、から百貨店に絶対に負けないファースキーのカシミヤのコート、びっくりするような価格でご提供させていただいております。また食品フロア、こちらの方は今週うまいもの市のベスト版、今年非常に人気のありましたうまいもの市の名産品を一度に集めました。年末帯広の六花亭のお菓子から非常に人気のある商品が並んでおります。ぜひご来店いただきたいと思います。からクリスマスにつきもののシクラメンポイズセーチャー、今年はシクラメンが当たり表示です。1000円から1万2800円までギフトまで使えそうな超高級商品まで揃えております。ぜひご来店ください。また明日は店頭にてフリーマーケット、開催いたします。ぜひ、ご来店いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なるほどなるほど、ありがとうございました。野村もですねぜひファー付きのコートなんかをチェックしたいと思いますね。そうすればあの一段と私あの人気女優として格が上がる、アイドルですね、アイドル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 、ありがとうございます。なんで2回も繰り返してるんですか。アイドルアイドル、ありがとうございます。店長大好きです、店長、はい、ということです、ね、あのお近くの方は伊東洋華堂大宮宮原店にぜひお越しください。はい、はい、ということで宮川さん、先週もお知らせしましたが、生活情報誌サイタが創刊10周年を迎え、7日に発売された1月号から生活デザインマガジンサイタとしてリニューアルしました。はい、そして今回はこちら伊東洋華堂大宮宮原店1階に特設コーナーを設けてリニューアルされたサイタを PR 販売しています。今日はですねかなりヤングチームのこのサポートメンバーなんですけれども、あの社メール見ました？社メール？届いてないですかね、残念。ごめんごめん、あの俺今日携帯電話水没っていうか洗濯しちゃったからさそれは災難ですねそれは大災難ですね。いや今日本当可愛いサポート隊のメンバーなんですよ。皆さん可愛いですよね、このサポート隊と。この人？そうですよね。あ、わかりました。エミニャン？エミニャンです、そうです、エミニャンね。もう肌も綺麗だしね、スタイル抜群だしね、ちょっとアイドル女優のあのポジションが危うしかななんていうの、いやっていうかもうだからチェンジするために今日エミニャン来てるわけでしょはいはい、なんか大体こういうのって空耳が聞こえました、空耳が聞こえましたはい、空耳は流していきましょう、はい、今回、リニューアルされたサイタを一緒にご紹介してくれます、エミニャンこと篠崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。あのそんな肌が綺麗なのはちょっとなんかあのやってることとかあるんですか？いや別に何もやってないです。わかりました ね、それでちょっとアイドル女優だかってちょっと意地悪してません？何言ってんだ、アイドル女優の顔狙ってるんで本当ですか？もうアイドルですよあなたの方がありがとうございます。やめてください、エミニアン、なんかここでなんか同盟が結ばれてる、ダメダメ絶対。エミニアンは趣味は趣味は何でしょうか？趣味は読書ですかね、雑誌とかよく読みますね。素敵ね、はい、ね、あれなんか野村と対応が違うねで、何なんだよ野村はい、
それではですね、うん、このリニューアルされた生活デザインマガジンサイタを、うん、篠崎さんに紹介してもらいます。はい、まずですね、このサイタ、あの発売日が変わったんですよね。うん、はい、そうなんです。毎月7日発売の月刊誌にリニューアル紹介いたしました。なるほど。どうして月刊誌になったんですか？そうですね、質を追求するということで、うん、いいもの、安心、スタイリッシュな情報、また心地よい暮らしづくりをデザインできるものということでの情報を充実させた月刊誌として発売させていただいたというわけなんですね。なるほど、気になりますね。具体的にはどんな記事が増えたりとか、ここがすごい変わったなんてことは？そうですね、サイタというのが、満10年目を迎える雑誌なんですけれども、はい、その中の多数の読者の方からファッションやビューティーの記事をもっと見たいんだというリクエストをいただいておりまして、うん、その記事をぐんと充実させた紙面になっております。なるほど。この1月号もですね、はい、あの表紙には毎日ジーンズで大丈夫なんて、あのファッション誌みたいになってますけれども。そうなんですよ。なんとかっこいいかわいいジーンズが102本も新作ジーンズと含めて102本ご紹介してます。あの小耳に挟んだ情報によりますと、今日あのエミニアンが履いているこのジーパンも実はこのサイタに乗っているジーパンだという情報を野村ちょっと仕入れたんですけど、うん、はい、どうなんでしょうか？その通りです。ちょっと気合入ってますよエミニアン。ますます危ういですよ野村、うん、ちょっと危ない、大変。でもねエミニアンね、はい、さっき趣味は読書って言ってたんだけど、はい、こっちにプロフィールには接客って書いてあるんですけどあれ接客って何ですか？いや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 、趣味というか特技ですよ接客は。特技やって、はい、あ、なるほど、ね、はい、あ、なるほど。強敵だわ強敵だわ。そんなエミニャンがご紹介してくれるこのリニューアルされたサイタですけれども、はい、このファッションだけではなくてですね、はい、主婦が気になるこの料理とかインテリアもバッチリ押さえてくれてるんですよね。はい、バッチリ押さえてます。気になる冬のおもてなし、うん、簡単レシピということでね、はい、5分でできてしまうレシピを数多く今回ご紹介しておりますので、ぜひぜひね、おもてなしの料理作って自分もゆっくり楽しんじゃってください。はい、ありがとうございます。なんかね、お客様もね、手に取ってうんうんなんてうなずきながら見てくれてますが、あ、じゃあ篠崎さんありがとうございました。あのこちらにね、手に取ってくださってるお客様にちょっと話を聞いてみたいと思います、うん、こんにちは。こんにちは。お名前は？高坂と申します。はい、高坂さん、うん、今回このサイタ手に取ったポイントとしては何でしょう？いつもファッションのことではすごい参考にさせてもらってるんですけれども、はい、あのお家で飼ってるトイプードルのなんかそういうペットの、あの、うん、話なんかも最近載ってるようで、なるほど、はい、これから参考にさせていただければと思って手に取りました。はい、ありがとうございます。じゃあもう一人聞いてみましょうね。こんにちは。はい、こんにちは。あの今回このサイタですね、はい、あの表紙がとっても可愛らしい方なんですけれども、はい、どうですか、この相馬ゆきえさんって方なんですけれども。はい、とっても可愛いですね。この方主婦だってご存知でした？そうなんですか。主婦らしいんですよ。綺麗ですね見た目主婦には見えませんですよね。はい、どんな相馬さんが出てるこのサイタでございます。あの、はい、あの野村もまあめでたく婚礼の暁にはですね、あのこの最多のトップを飾ってみたいななんて思っておりますので、はい、指人形みたいなやつには無理です。はい、はい、聞こえない、空耳だ。ありがとうございました。じゃあゆっくり見ててくださいね。はい、ありがとうございました。はい、こんなですね、続々あの皆さんのいい評判いただいておりますこの最多、うん、あの宮川さんスタジオにもありますよね。ありますね。どうですか？あのいつ相馬さんがスタジオに来てくれるのかなっていう、まあ、そればかりを楽しみにしてますね。ちょっと危険だわ。ちょっと人妻ですよ。なわかったよ。何を言っとる。あの宮川さんにはそんな綺麗な人は合わせられないんで。はい、はい、それではここで生活デザインマガジンとしておしゃれにリニューアルしたサイタからただいま発売中2006年1月号のご案内です。読みやすさは今まで通りで、ファッションやコスメなどのビューティー企画をドドーンとパワーアップしてお届けします、うん、その中から今日はおしゃれ特集をご紹介しましょう。目指すのは元気で可愛いカジュアルスタイルです。題しまして、カジュアルなら誰にも負けない、毎日ジーンズで大丈夫、可愛いジーンズ、かっこいいジーンズ、着こなしの攻めはまだまだあります、とちょっと長かったですけど、内容も読み応えたっぷり、その他にもセンスいいねと言われるおしゃれな部屋作りなど、暮らしをもっと素敵にする特集が満載です。サイタは創刊10周年でリニューアル、毎月7日発売の月刊誌に変わりました。さらにパワーアップしたサイタをぜひ手に取ってみてください。サイタ2006年1月号好評発売中です。はい、
ということで、パカパカな埼玉ハッピーライフ、うん、今週は埼玉市北区のイトーヨーカドー大宮宮原店からお送りしました。はい、来週は千葉県我孫子市にあるイトーヨーカドーエスパ我孫子店からお送りします。はい、お近くの人はぜひ行ってみてください。ミニスカートやめました。自転車乗るから。長い爪やめました。料理するから。小悪魔メイクやめました。子供が怖がるから。でもおしゃれはやめてません。おしゃれを続けるあなたを応援する生活デザインマガジン埼玉リニューアル創刊。パカパカ埼玉ハッピーライフ、このコーナーは生活デザインマガジン埼玉の提供でお送りしました。デイス黒板付きの完全個別進学塾予備校トーマス、君専用のカリキュラムで無理なく無駄なく徹底指導。トーマスで成績アップ志望校合格への最短距離を進もう。お問い合わせは朝10時から夜8時、0120-371359まで。東名高速は12月17日夜8時から翌朝6時まで、浜松西インターと豊川インターの間で上下線とも夜間通行止め工事を行います。もっと先へ、もっと明日へ、中日本高速道路株式会社。戦略、私ゆずこしょうと申します。この度キューピーから鍋料理用ゆずこしょうのタレとしてデビューいたしました。旨味たっぷり、ピッとポン酢仕立て、ぜひお試しくださいね。かしこ、お鍋も頑張ります。キューピーゆずこしょうのタレ。時刻は3時56分になりました。サタデー大人天国、宮川勝のパカパカ行進曲。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁交通管制センターの薄井博子さん、お願いします。はい、高速道路は磐越道吹雪のため、上下線の磐梯熱海インターと会津若松インターの間通行止め続いています。滑り止めが必要なのは上信越道、磐越道、東北道も福島県内から北側です。首都高速は環状線の内回り北の丸トンネル、事故処理中江戸橋から混んで25分、環状線を先頭に4号の上りは F から45分、5号線の上りは東池袋から35分、神奈川第三京浜から首都高三沢線への三沢ジャンクション、事故処理中第三京浜方面は3キロ、横浜新道方面は1キロ渋滞伸びています。また世田谷町田線川崎の新百合ヶ丘駅前、車3台の事故、片側交互通行中、町田方向へ向けて4キロ、世田谷方向へは1キロ、都内は青梅街道の上り天沼山頂目、事故のために2キロ半35分、警視庁から以上です。ありがとうございました。続いての TBS ラジオ交通情報は4時25分頃お伝えします。ここはアフリカのモザンビーク。子供たちが枝を拾いながら学校に行くのは、集まった枝が薪になり、給食が作られるからです。世界で給食と教育を支える WFP。国連世界食糧計画を応援してください。東京広告機構です。2000発が花開く劇的エンターテインメント、伊東温泉とっておき冬花火大会。ファンタジックな花火のショー、冬のよさこい総ずら祭りも熱気ムンムン。12月22日は伊東温泉とっておき冬花火大会。防震年会も伊東温泉でどうぞ。非連協、路上工事とかけまして年賀状の宛名が来たとく。その心は、どちらもギリギリになってバタバタするでしょう。そんなことはありません。実は年末の都内での路上工事っていつもの月より少ないですよ。路上工事にご理解お願いします。非連協。ここで来週12月17日にお送りするパカパカスペシャルのお知らせです。勝ち抜きバカ大人選手権のテーマはズバリ言うわよお色気な大失敗萌え。毎回大好評いただいているセクシーお色気失敗談大放出シリーズ、今回もお色気ムンムンな失敗談、大失敗やらかしたバカ大人が登場です。お色気で大失敗したお話といえば、過去にこんなのがありました。ミニスカートの下にひもパンを履き、3歳の娘を連れてお祭りに行った時のこと。娘が私のスカートを引っ張った時にひもパンの紐がほどけてしまい、足元にパンツがポトリ。ママパンツ落ちたよというので、ママのじゃないのとはぐらかそうとしたら、
娘がミニスカートの中を覗き込み大声で、ママパンツないよ、慌てて娘を抱きかかえて走りました。ありましたねこれね、お色気な大失敗萌え。来週は賞金がスペシャルバージョンです。ラストマンスタンディングの優勝賞金は3万円、ファーストチャンプ賞がいつもの倍の1万円、そして宮川賞も倍額1万円を2名の方に差し上げます。さらに電話ファックス E メールをくれた全ての人の中から抽選で5名様に1万円分の商品券をプレゼント。詳しい情報は番組ホームページ番組携帯サイトでチェックしてください。来週12月17日土曜日のパカパカ更新曲スペシャル、聞き逃さないでね。おい久しぶりじゃないですか、エッチなバカ大人久しぶりですよね。楽しみです。デニーズから、家族や仲間が揃ったら華やかなごちそうがいっぱいのクリスマスのデニーズへ、セブン&アイ。4時です。何がどうしてどうなった、サタデー大人天国。何がどうしてどうなった、宮川勝の。何がどうしてどうなった、バカバカ行進曲。何がどうしてどうなった。時刻は4時10、21秒です。TBS ラジオがお送りしている宮川勝のパカパカ行進曲、続いては勝ち抜きバカ大人選手権サードステージ。今日のテーマは足りなくて大失敗。ラストマンスタンディングで3万円が優勝賞金。現在の暫定チャンピオンはこの人だ。もう、角っこの方で、カラオケとかやってたんですけど。エコーかけないのに、もう、大エコー状態で。面白いよね。まあなんかもっとなんかやけくそになるような人がいたらもっと面白くなると思うんですけどね。なんかこうチームに分けて離れたところで歌合戦とか、なんか一人だけだから、なんかもう何十メートルもあるわけだからねえ、30メートルライブとか言って30メートル離した状態でじゃな、離れた状態でじゃないとこう手を叩いちゃいけないみたいなこととかね、競争とか徒競走とかねやる気にはなんねえかねえ、うん、この人は倒されてしまうのでしょうか。もしもし、もしもし、お名前は。150センチライフです。150センチライフ、はい。おいくつで。22です。せーの、いらっしゃいませ。お仕事何を。仕事は女子大生です。来たー、入りました。来たーって大きな声を出し損ねました今、なんかこうエンジンかぶったような感じだったね今自分が。入りましたね。22歳の女子大生ですか。はい。なんでこんなくだらない番組を聞いてるんだ。なんでですか。いや来週のレーティングの時だけでいいんですよ。聞けってことじゃない。聞けってことじゃない。じゃあ聞けってこと。いやいやいや、まあね、いつも聞いてほしいんですけども、個人的にはね、やっぱりね、うん、ダメな女子大生なんですか。ああ、ダメかもしれないですね。このね、いつもこのパカパカに出てくださる若い妙齢のご婦人はですね、婦女子は、いらっしゃいませって我々に言われて、素敵とかって言ってんだけど、話聞き終わろうと帰れみたいな感じにいつもなってんだよね。いつもなってんだ、なんだお前、ただのバカ女じゃねえかみたいな、割となってることが多いんですけど、まあこの人はどうなんでしょうね。22歳の150センチライフ。はい。ちなみに、今まで芸能人に誰々に似てるって言われたことがありますか。あんまりないですね。あ、前、うん、やりこに似てるっていうふうに言われたんですけど、あんまり嬉しくないし。いいじゃないですか、やりこ。ダリダリですよ、ダリダリ。ねえ。ダリダリですよ。いや。いいじゃないですか。と、今のうちは言っておきますが、話を聞き終わったら我々のリアクションはどうなるのか。そんな、やいこに150センチライフ22歳女子大生、はい、足りなくて大失敗。何がどうしてどうなった。はい、今、ニューヨークにいるんですけれど。え今、ニューヨークにいるの。今、ニューヨークにいるんですけれど。この電話はどっからかけてんの。ニューヨークから。ニューヨークから。はい。これどっち持ち ?TBS 持ちなんだよそれ。斉藤さんみたいなこと言うな、そんな。わかりづらい。どっち持ち、どっち持ち、うち持ち。
性格持ち、先生持ち、どこ持ち向こうからの電話こっちから、こっちから、あーよかった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 、うん、こっちからね。いやー宮川さんの声久しぶりに聞けてすっごく嬉しいです。あーそう、ニューヨークにいるってことは、はい、じゃあ久しぶりってことなんだね。すっごく久しぶりですね。いつニューヨークに行ったの？9月ですね。おー、何やってんのニューヨークで？ニューヨークで大学生をやってます。大学生ライフ、はい、素敵。やっぱあの向こうで恋はするの？ああ、ありますね。あるんだ。何が違うの？なんか、うん、え、何が違うの向こうの男とこっちの男？あ、やっぱりレディーファーストは徹底してますね。ああ、やっぱりなんだろう、うん、日本人の男の人とやっぱりちょっと違う感じが。なるほどね。そうか、寒いでしょ、ね、でも寒いでしょ街は。寒いですね、雪がすごくて。あ、やっぱそうなんだ。もう20センチぐらい降っちゃっててすごいことになってますね。うん、ニューヨーカーでやいこ、22歳の女子大生。はい、たまんないっすけど、これ話を聞くと我々いつもがっくりするんですよね。ねえ、そうですか。まあニューヨークで、はい、足りなくて大失敗は何がどうしてどうなったんですか？はい、2ヶ月くらい前のことなんですけれど、うん、アメリカのこっちの大学で、うん、こうトイレに行ったんですけれど、うん、トイレね、うん、そうですね、トイレに行ったんですけど、すっごいお腹が痛くて、うん、慌ててもうなんか今の段階でもうなんかね、半分以上はイメージがガラガラと崩れ落ちてますね。以上、ニューヨーカーなんですけれど、ニューヨーカーで女子大生かもしれないけどね、はい、もうなんか握手会でゴツゴツした手で俺にしがみついてきたあの歯の黒い男たちと変わらない感じがしてきたよ、もうもはや、うん、トイレに行って、腹が痛くなったの？なんですけど、アメリカのトイレの便座の高さって、うん、アメリカ人の長い足に合わせて作られてるんで、うんうんうん、もう身長150センチ台の私にとっては結構高いんですね、うん、ああ、これはわかる。俺もニューヨーク行った時にわかる。あの男のおしっこのあの金魚鉢をおしっこするときに、なんか残酒台に出すような気分だったよ、なんか乗せる感じだったもん、なんかこれザンって上からなんか刃物が落ちてくんじゃないのみたいな、そんな感じだったよ。本当ですか？男トイレわかんないんですけど、女のおトイレもそうなんだ。深いですね、うん、なんで、うん、私はもう足が全然床につかなくて、うん、チューブラリンの状態なんですね、うんうんうん、なんですけど、でもやっぱりちょっとお腹が痛かったんで、うん、足をつけないとこう踏ん張れないから。なんだこの話は。わざわざニューヨークから聞く話か。いや、踏ん張れない、本当に踏ん張れないんで、うん、こう正面にあったドアに、うん、足の裏をかけて力を加えたんですね。そしたらこう一応危機は乗り越えたんですけれど、なんでなんでなんで、なんかあの宇宙飛行士が宇宙へ飛び出すときのような感じでしょ。言ってみれば、そうですね。だよね。あまり絵的には良くないんですけど。絵的には良くないよね。もう危機を乗り越えて、うん、乗り越えられたかなっていうあたりで、ミシミシっていう嫌な音がして、うん、で次の瞬間バーンって音がしたんですね。そしたら。次の瞬間目の前が目の前に広い空間が開けてドアがなくて、広い空間が開けてドアがないんですよ。で慌てて出ようとして準備をしてるんですけど、外で誰かが騒いでる声が聞こえて、なんか向こうから爆発音がしたとか異臭がするとか言われて、爆発音がしたとか異臭がするとか言われて、でその時2ヶ月前10月頭だったんで、ニューヨークの地下鉄テロの警戒でこういつもより警備員が多く配備されてたんですね、はいはいはい、なんで警備員がすぐに来ちゃって、で逃げ場が私にはもうなくなっちゃって、とっさに出た言葉っていうのが、
I was just at the bathroom って言って、私はただトイレにいただけですって言ったんです、言うつもりだったんですけど、I was just the bathroom、 私はただのトイレだって言ってしまって、そっちの英語訳もなんか慌ててたんで足りなくて、私はただのトイレだ怪しまれてそのまま拘束されて小野陽子みたいだ何言ってんだこいつみたいな感じすごいなんか売春婦が営業活動してるようにも聞こえるよくわからない謎の発言を残し捕まって拘束されましたね。ああいいっすねすごいいいっすよ。あのねなんかなんていうかね、このね、やり場のない気持ちがいつもね、この若い女子の話を聞いた後に訪れるんだよね、我々の中にね。なんかこう、パカパカ番組制作者としては貢献ありがとうございますって最高だぜみたいな感じなんだけど、なんかさっきあんなにこう、チヤホヤしていた自分のなんかこう、なんかね、空虚な感じ、虚しさ君にこれわかんないでしょ、ね、わかんないですね、ちょっとなんか。ニューヨーカー22歳。女子大生来たーみたいな、まあ、勝ちましたんで、はい、そのまま待ってろ。はい、はい、でも面白かった。続いてもしもし。もしもし。お名前は？一人暮らしビギナーです。一人暮らしビギナー、はい、なるほど。一人暮らしを始めたばっかってことかな。いや、もうすぐ始めるっていう。もうすぐ始める。はい、うん、おいくつで？22歳です。22歳、せーの、いらっしゃいませ。ちょっと虚しさが入っちゃってね。いらっしゃいませって言いながらもなんか虚しいものが入ってきたな。どうすればいいんだろうな。でもまあまあいいんだけどね、うん、確かにこの番組出る人がろくなもんじゃないっていうことは我々分かってるわけだけど、まあね、ぬか喜びで結構ですよ。ありがたいですから、若い方が聞いてくださるのはね。うん、どちらにお住まいで？埼玉です。埼玉で。お仕事何を？販売員です。おお、デパが？デパがというかアパレル販売。おお、マヌカン？え？マヌカン？何ですか、マヌカン？ハウスマヌカンじゃないってこと？違いますね。だけど販売。はい。そんな22歳販売員、足りなくて大失敗、何がどうしてどうなった？女子高生時代に、うん、高校で予備校主催のテストがあったんですけど、うん、その時のテストがちょうど1時間目が国語のテスト で、うん、でもちろん現代文古文ってあったんですけど、うん、でまず現代文こう読んでいく時に、うん、私接続詞のもちろんとかしかしとかにこう丸をつけるこう癖があったんですね、うんうんうん、でこう丸つけて棒線とか結構勢いよく引っ張って問題を解いていったんですけど、うんうん、でもちろん国語なんでこう棒線部を30文字で説明せよとかいう問題があったんですよ、うん、でそれを答えようとした時にこう芯が出にくいことに気づいたんですね。であれと思って筆、うん、箱の中を探して返芯があるか探したらなかったんですね、うん、でシャーペンの中身も芯がそれだけしか入ってなくて、うん、テスト監督の人にちょっと助けを求めようかと思ったんですけど、うん、全然気づいてくれなくて、うん、ちょっと恥ずかしいのはって言えなかったんですね、すいませんっていうの、うんうんうん、なので、うん、どうしようかなってちょっと考えた時に、うん、で芯を出し切ったんですよ、うん、シャーペンのとこからもう引っ込んじゃう感じになっちゃったんで、うん、芯を出したら 1.5 センチぐらい芯が残ってたやつを、うん、指先で持って、うんうん、芯が足りなかったんですけど、必死にこう書いたんで、書いて回答したんですけど、芯を掴んで書いた。そうなんです、芯を指で恐る恐る震える感じで、そっと筆圧をかけると折れちゃうんで、うん、もうそれが命綱な感じで、うん、一生懸命こう、しかも下書き30文字とかの回答なのに下書きもできる芯が余ってなかったんで、うん、もう必死に筆圧かけないように芯を折らないように、でも回答しなきゃと思ってこう薄く薄い感じで30文字とか一生懸命回答したんですけど、字が震えちゃって暗号みたいな感じになっちゃうんですよ、字が。筆
ツアー飛んでると折れちゃうんで入れられないんで、うん、字を一生懸命書いても震えちゃって読めるか読めないか分かんないみたいな字になっちゃって、それでも30文字書かなきゃいけなくて、うん、一生懸命書いて書いて、でも集中できないんですよ。頭で考えてても指先にも神経走らせなきゃいけないんで。ああ、そうかそうか、そうだね。折れちゃいけないし、でも書かなきゃいけないっていう感じで、一生懸命一生懸命やるんですけど、うん、で結局回答一生懸命しても時間もかかるんで、字を書くのに時間がかかっちゃうんですよ、うん、その、うん、スラッと入れられない分、うん、なんで問題文も結局全部終わらなくて、うん、字は震えちゃうし、うん、字は薄くて読めないし、テストの結果も、うん、それ200点ぐらいの、200点満点だったんですけど、うん、点数も80点ぐらいで結局帰ってきて、散々な結果で終わった。You were! まあ、かわいいけどね。あるんだろうな、試験でこういうなんかね、鍼灸師みたいな感じに見えるよね、きっとね。今日募集しているテーマは足りなくて大失敗です。お金が足りなくて、人数が足りなくて、知識が足りなくて、配慮が足りなくて、身長体重が足らなくて、説明不足で、睡眠不足で、準備不足で、力が足りなくて、材料や、燃料が足りなくて、時間が足りなくて、いろいろあるでしょうね。愛情が足りなくて、ね、あるかもしれないね。でもお金が足りなくてとか時間が足りなくてとか、まあいろいろありそうなので、ぜひちょっと思い起こしてみてみてください。家族や友人などの誰かの何々が足りなくて自分が失敗しちゃったという話でも OK です。電話番号03-3582-1111、03-3582-1111、ファックス番号03-5562-0954、03-5562-0954、E メールアドレスはパカパカアットマーク tbs.co.jp、どしどし待ってます。
今日のテーマは足りなくて大失敗。現在の暫定チャンピオンはこの人だ。ミシミシっていう嫌な音がして、で次の瞬間バーンって音がしたんですね。そしたら次の瞬間目の前に広い空間が開けてドアが開く。しかも異臭がするついてましたよね。日本人の違うんですかね、匂いがね。もしかしたらね、どうなんでしょうね。まあ食ってるもん違うからね。この人は倒されてしまうのでしょうか。もしもし。あ、もしもし。お名前は？ラジオネームキングギドラです。キングギドラさん。はい。おいくつで？45です。45歳のキングギドラさん、はい、お仕事何を？あ、会社員でよろしいですか。はい、はい、OK ですよ。はい、どうですか最近。忙しいんですよ。忙しい。じゃああんま遊んではいない？遊べないんですよ。遊べない。うん、忙しくて。でね、休みもね、うん、振り返られちゃうんですよ。あ、そうなんだ。うん。クリスマスのご予定は？ありません。ない。ええ、ご家族は？ケーキ買って帰るぐらいです。ケーキ買って帰る。ええ。じゃああんまり悪いこととかしてないですか？ホステスにちょっかい出したら。若い頃にいっぱいやりましたから。あ、若い頃にいっぱいやりましたから。いいですね。うん。ようやくパカパカらしい側面が、キラッと見えて、ちょっと嬉しいわ。そんなキングギドラ君45歳。今日のテーマは、足りなくて大失敗です。何がどうしてどうなった？はい。はい、私の場合は、力不足なんですね。ああ。力が足りなかったんです。うん。お話しします。うん。体育の日なんですね。うん。10月の。うん。で、市の方からですね、うん、毎年10組ですか、うん、3人ペアでですね、うん、消防団、自衛消防団のコンテストをやるんですね、うん、自衛消防団のコンテスト。そうなんです、うん、で今年が私の班の当番だったんです。ああ。で、3人、まあ当日市役所の方ですね、うん、行きまして、うん、消防署とか、うん、いっぱい来てるわけですよ、うん、ギャラリーとか。うん。うん。それで的をめがけて、うん、火を消す、コンテストなんですね。うん。で、正確機敏に、それがあれなんですよ。うん、得点の評価になるんですよ。うん。それでですね、当日寒かったんですよ。うん。で、1番手、2番手、3番手ってありますしですね、うん、私が一番ホースの先っぽのノズルの方を持って一番手だったんです。はあ、はあ、それで当日寒くて私緊張してましてですね、うん、コーヒーが好きなもんで、うん、待ち時間コーヒーガブ飲みしてたんですね。ああ、そうしたらもうその時しょんべんしたくなっちゃいましてですね。それでつい股間に手を当てた瞬間ですね、水が勢いよくブワーって出ちゃったんです。はい、ものすごい強いじゃないですか、その水圧っていうのは。どこに手をやったとき？はい。普通に持ってたんですよね。消防のホースなんですよ。こう持ってて。それで自分の股間に手を当てた瞬間に、うん、水がブワッと出てきちゃったんです。その時は片手を離したってことなんですかね？そうなんです。片手を離して、片手をホースで、もう片方の手を小さいホース。そうなんです。に触って、しゃがみ込んで、うん、両手で持ってる状態じゃなきゃいけないんですよ。で、もう我慢できなくてですね、うん、股間に手を当てた瞬間に、うん、勢いよく水がスラーって出てきちゃったんですね。大体おしっこしたい状態をチンポ触ったって変わらないのにね。ここで3人ともですね、うん、勢いよく跳ね飛ばされましてですね、そのホースたるもの、ものすごい水圧なんですよ。俺で、まあ、上り竜のようにですね、もう、なるほど、一人でっていうんですか、収集がつかないんですね。もうなんか、ドラゴンボールを全部集めちゃった人みたいな感じになってるわけだね。で、私は、小さい頃に見た怪獣映画のキングギドラによく似て、こっち、水かけたり、まあ、その何本首がですね、もた打ち回ってんだね。そうなんですよ。で、もう水を止めない限りは、ドラゴンボールだ。止まらないんで、その1、2分間っていう状態は、うん、もう悪夢の状態でした。こうバチャン、ビタン、ビタン、ビタンとか言って、先も硬いのにビタン、ビタンとこうぶったたかれるような感じなわけでしょ。ものすごい水圧ですよ。願いはなんだ。みたいな感じだよね。ごく危ないっすよね。願いは込めた？込めました。
こめたのかよ。こめるなよ。こめるなよ。面白いな。なるほどね。あるんだな。これもでもパカパカの歴史の中にありますよね。この消防のホースのやつね。すごい勢いでなんか主品席かなんかにブワーってかけてなんかぶっ飛ばしたみたいなのありましたよね。やっぱコミカルなシチュエーションっていうのはあるもんなんですね、きっとね。今日募集しているテーマは足りなくて大失敗。お金が足りなくて、人数が足りなくて、いろいろあるでしょう。電話番号は 03-3582-1111、 03-3582-1111。 どしどし待ってます。サタデー大人天国、宮川勝のパカパカ行進曲。ここで機連協道路専用工事企業者連絡協議会からのお知らせです。機電協とは、東京23区内の道路上で電気、ガス、上下水道、電話や鉄道、高速道路などの工事を行う企業が集まり、工事による交通渋滞や道路の掘り返しを少なくするための調整をしている団体です。日々進化を続ける街東京、その進化を支え、毎日の生活を支えているのが道路の下に整備されているライフラインなのです。私たちの生活には電気やガス、上下水道、電話、さらには鉄道、高速道路などのライフラインが欠かせませんよね。ですからライフライン工事はなくてはならない工事なのです。機連協では、東京23区内のライフライン工事を短期間で効率的に行えるよう心がけています。快適な都市生活を支えるライフライン工事にどうぞご理解ください。僕は4時27分になりました。サタデー大人天国、宮川勝のパカパカ行進曲。ここで道路専用工事企業者連絡協議会がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁交通管制センターの薄井ひろこちゃん。はい。吹雪のため磐越道は上下線磐梯熱海と会津若松の間通行止め続いています。正規線の方は上信越道、磐越道、東北道も福島県内から北側で滑り止め必要。首都高速は環状線の内回り北の丸トンネル、事故のために2キロ半20分、影響で5号線の上りは北池袋から、また6号の向島線の上りは向島から環状線に向けて混んでいます。5号線の上りは通過に1時間ぐらい、向島線の上りは45分ほど。4号線の下り高井戸は落下物のために4キロ半30分、中央環状線内回り小菅は事故で4キロ15分。神奈川、第三京浜から首都高三沢線への三沢ジャンクション、事故の処理続いています。第三京浜方面は4キロ、また世田谷町田線、新百合ヶ丘駅前も事故処理中、町田方向から今渋滞6キロぐらい、都内青梅街道の事故の処理は終わりました。警視庁から以上です。ありがとうございました。続いての TBS ラジオ交通情報は4時58分頃お伝えします。機連協。普段あまり考えないけど、東京って便利で暮らしやすいと思いませんか？それは電気、ガス、上下水道、電話、高速道路、鉄道、地下鉄など重要なライフラインが整備されているからです。皆様の快適な暮らしのために、路上工事にご理解を。機連協。おい、髪。何？髪がない。えぇ、髪、髪だって。プッシュトークな。こちらトイレ、至急紙頼む。どうぞ。了解。電話でもメールでもない新しいコミュニケーション、プッシュトーク、年内無料。ドコモ 902i 登場。東名高速は12月17日夜8時から翌朝6時まで、浜松西インターと豊川インターの間で上下線とも夜間通行止め工事を行います。もっと先へ、もっと明日へ、中日本高速道路株式会社。はい、チャイム鳴りました。時刻は4時29分過ぎてますね。あと10分ぐらいで受付終了です。急いで急いで。サタデー大人天国、宮川勝のパカパカ行進曲。宮川
川まさるのパカパカ行進曲。今日のテーマは足りなくて大失敗。受付電話番号は東京 03-3582-1111 03-3582-1111。 ファックス番号は 03-5562-0954 03-5562-0954 です。 E メールアドレスはパカパカアットマーク tbs.co.jp PAKAPAKA 全部 A 半角小文字です。どしどし待ってまーす。一曲聞きましょう。ジョン・レノン、スターティングオーバー。Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special.No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting スマートキー機能を内蔵した世界初キーインテグレーテッドウォッシュオプション設定。今ならご成約いただいた方にプレゼント。新型クラウンのお求めはお近くの東京トヨタへ。東京エコドライブ、東京トヨタ。希望の一歩を踏み出しましょう。21世紀希望の人権展、深く胸に迫るアートや作品を多数展示。お子様と一緒にいらっしゃいませんか。
21世紀希望の人権展は青山国連大学ビルでただいま開催中。入場無料です。12月11日日曜日朝10時からの日曜天国のメッセージテーマはこれってちょっと損した気分です。メッセージは日展アットマーク tbs.co.jp で受付中。損して得取れ、隣の芝生は青く見える、しかしそれでもやっぱり損はしたくないのです。何がどうしてどうなった、サタデー大人天国。何がどうしてどうなった、宮川勝の。何がどうしてどうなった、バカバカ行進曲。何がどうしてどうなった。TBS ラジオがお送りしている宮川勝のパカパカ行進曲、来週はレーティング。今日の勝ち抜きバカオタナ選手権のテーマは足りなくて大失敗。ファイナルステージに行く前に今日これまでに登場したバカオタナたちのエピソードを振り返ってみたーい。のっけからファーストチャンプ出ましたね。父親もいた立ち合い出産で助産婦さんが長男を取り上げた時の第一声が、ほら見てパパよりふさふさよ。父親以外爆笑だった春海斗。300円のコインパーキングは500円玉が使えなかった。520円入れてジュースを買い400円をゲットしようとしたら300円しか出てこない。責任者に文句。しかし100円が欲しくてクレームを入れたと思われたくなく100円返すという100円返すというのを誇示。コインパークに戻ったら、料金が上がって100円足りなくなった。いいクレーマー。自動車教習所で大事を取ってずっとスロー運転していたら教官にキレられ、スロースピードにも限度がある。何人も何人も歩いてる人に抜かれた。しかしスロースピードによる限定はない。と肉肉しげに合格のハンコをもらったノロノロカメコくんだったね。数合わせのハンドボールの試合でキャプテンから抱きついてでも止めろって言われやっていたら審判からイエローカードを出された。抱きつきまくってたっていう、これだけでも俺結構面白いと思うんだけど、ところが知らずにもらわなければならないと思っていたイエローカードを取ろうとして審判に離しなさいと叱られた数合わせ。試合中にいきなり審判とババ抜きをし始める選手。忘年会で友達を集め15人程度が入る店を予約したらなんと40人以上集まってしまった。急遽別の店を探して広い店に移ったら今度は200人用の部屋、片隅で小さくカラオケをしていたが全く盛り上がらず重い忘年会になってしまった感じ。そして4時台に突入しました。150センチの身長で、あら、いか鼻出た。すいません。ブヒーとか言って鼻が出ちゃった。150センチの身長で、アメリカ・ニューヨークに留学中の女子大生の私は、トイレの便器に座ると足が届かない、プラ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 、踏ん張れないから用がさせない。私は目の前のドアに足を突っ張り踏ん張った。これだけでも結構面白いと思いますよね。だいたい前に足を出して踏ん張ってうんこ出んのかなっていう部分もあるしさ、面白いよね。いきなりミッミッミシミシバーンという音がしてドアをぶち抜いてしまった。ニューヨークはその時テロ警戒中でガードマンが飛び込んできた。慌てて私はただのトイレだと英語で口走っていた。150センチライフ。ねえ、爆発音がした、異臭がするって言われてたって言うんだからおかしいよね。テスト中シャープペンの芯が足りなくなってしまい残っていた長さ 1.5 センチメートルくらいの芯を指先でつまんで書いていたが字は暗号のようになってしまい点数も散々だった。一人暮らしビギナー。消防団のコンテストでホースを抱えていたが小便が我慢できずについ右手を離して股に手をやった途端に水が出た。弾き飛ばされ自由になったホースはキングギドラのようにのたうち回り暴れ回っていた。キングギドラ、ドラゴンボールを みんな集めた、そういう状態、そんな中、今日勝っているのは、今の暫定チャンピオンはこの人です。外で誰かが騒いでる声が聞こえて
なんか向こうから爆発音がしたとか異臭がするとか言われて、爆発音がしたとか異臭がする。面白いよね。異臭ってトイレでその匂いでも異臭なんですかっていうところが面白いよね。この人は倒されてしまうのでしょうか。それでは参りましょう。勝ち抜きバカ大人選手権ファイナルステージ。オッケー、いつも忘れてるファイナルステージのコーナータイトル言いました。オッケー。え、こいつが忘れてた。あ、ミキサーのシングが忘れてた。困るよそんなことじゃね。いつもいつも俺はコバに怒られてたんだけど、もうなんだったら来週のレーティングもこのファイナルステージコールするよ。なんだったら楽しみにしててねみんな。よく聞いてる人はわかんないと思いますけど、ここでこの人は倒されてしまうのでしょうか。もしもしとか行きがちなんだけど、実はファイナルステージって言わないといけない。ここ何週間かのうちにほとんどの回がファイナルステージのないまま長いサードステージで終わってたんですよね本当に。来週あるのかどうか皆さんも期待してください。来週はレーティング。今日のテーマは足りなくて大失敗、3万円が優勝賞金誰の手に。もしもし。もしもし。お名前は。春ママです。春ママおいくつで。41です。41歳の春ママ、はい、お仕事何を。主婦です。主婦です。はい。クリスマスのご予定は。ございません。ん、家族で何かとかないの。そうですね、家族でちょっとやるっていうぐらいですよね。ああなるほどね。はい。な、最近ハマってるものっていうと何でしょう。ハマってるもの、粗大ゴミですか。粗大、あ、溜まってるものね。はい。溜まってるものね。はい。なるほどね。いいですね。はい。二人だけの山手線ゲームをやっちゃったような感じですね。なんかね。溜まってるもの、粗大ゴミですか。はい。粗大ゴミ、溜めてるっていうことも面白いですしね。はい。そんな春ママ41歳。はい。今日は足りなくて大失敗。何がどうしてどうなった。はい。20年ぐらい前の、うん、おじいちゃんの葬式の時でのお話なんですけれども、うん、18年も入院してたんで、うん、病院も遠かったし、うん、父以外は7人姉妹なんですね、うん、でそんなこともあって、うん、みんなすごい泣きっぱなしだったんですよ、うんうんうん、でおかんを閉める時なんかでも、うん、もう葬儀屋さんにもう抱きつくぐらいにね、もう閉める時も閉めないで閉めないでみたいな感じで、うん、泣き崩れてたりとか、うん、喪主の挨拶の時なんかでも、うん、もうおばさんたちがもう立ってられなくって、うん、抱え込まれるみたいな感じだったんですね、うんうんうん、できっと来た人なんかは、うん、あ、こんなに大事にされてたんだっていう感じで、うん、思ってきっと帰られたんだと思うんですよ、うんうんうん、で田舎の方なんで、うん、火葬場に行くときに、うん、マイクロバスみたいなので、うん、おかんと一緒に乗っていくようなタイプなんですよ、うん、で行くまではね、あ、おじいちゃんだったよね、こうだったよねみたいな感じで、うん、思い出話をしながら、まあ、そこまでは普通の遺族っていうかそういうような感じのね、うん、会話だったんですね、うん、で火葬場の方について、うん、じゃあ最後のお別れみたいな感じで、うん、お別れの祭壇みたいなのの準備をして、うん、でじゃあ最後じゃあお別れをしてくださいって言われた時に、うん、お隣でもやっぱ同時進行でなんかやってたんですけど、うん、ないんですよ。何かが足りなくってですね、うん、そこでふとみんな気づいて慌て始めたんですね、うん、おじいちゃんのおかんをマイクロバスの中に置きっぱなしにしてきてしまって、それで、うん、もうダーッと走っていったんですけど、うん、もうその頃にはもうバスの姿がなくってですね、うん、それで急いであの頃は携帯電話っていうのもなかったので、うん、公衆電話からそういう人の電話して、うん、それで戻ってきてもらって、うん、やったんですけれども、うん、もうその来るまでの間になんかこうあんたが一番最後に降りたのになんで気づかなかったのとか、もうなんであんたが一番可愛がってもらってたのにみたいな感じで、うん、もうすっごかったんですよね、うん、言う。いやー言うだろうね。なんかこうな、この状態がっていう対するイライラは必ず誰かのせいに従うんだよね、人間ってね、不思議なもんでね。誰が悪いわけでもないんだけど、これなんだこれっていう状況の悪に関してね、え、うん、ね、言われがちな人ってのもいるじゃん。
感触を起こす上司にね、叩かれ役みたいな感じのね、持ち回りでそれやってたりもするからね、しょうがないよね。続いて、もしもし。あ、もしもし。お名前は、ラジオネームで、かぼちゃ電車です。かぼちゃ電車。はい。略して、かぼ電。かぼ電。もっと略して、かぼ。かぼちゃ電車ですね。はい。おいくつで？33です。33。お仕事は？まあ、会社員ですね。うん、会社員。ええー。かぼちゃ電車のクリスマスの予定は？は、家族でどっか美味しいもの食べに行くぐらいですかね。おお。でも美味しいものって言ったらやっぱ予約しないといかんよね。ですね。だよね。そんな高級なものではないんで、あ、ちょっと、庶民の食事に毛が生えた程度で。あ、そう、はい、だってファミリーレストランだってバカみたいに混んでるじゃんか、きっと。あ、そうですね、うん、でも予約しなくても大丈夫なの？そうですね。あとはちょっと穴場的なっていうか、ちょっと空いていそうなとこ。どういうとこ行くの、家族でいいものを食うっつったら。ちょっと和食ですかね。あ、刺身のなんか盛り合わせがあるような。あ、なるほどね。そっか、それも一つのメリークリスマスですね。うん、ですね。そんなかぼちゃ電車33歳、足りなくて大失敗は何がどうしてどうなった？はい。今年の7月の話なんですけど、うん、まあ、家族で旅行するということで、うん、北海道に向かうために、うん、高速道路で、まあ、フェリー乗り場、八戸から乗ったんですけど、うんうん、まあ、フェリーを使うことで、まあ、高速道路を使って行ってたんですけど、うんうん、まあ、ゴール直前で自己渋滞がありまして、うん、で最後のサービスエリアももう過ぎちゃって、うん、でガソリンも結構ギリギリだったんですよ、うん、まあ、八戸辺についてから入れればいいかなぐらいの勢いで行ってて、うん、ところが、まあ、渋滞で結構ガソリンも食っちゃったし、うん、でなおかつフェリーの出航時間も足りないんですよ、もう、うん、渋滞で遅れちゃってて、うんうんうん、でなおかつガソリンも足りなくて途中で降りて給油するかどうかっていろいろ迷ったんですよ、うん、でも給油してると帰りの時間ちょっと厳しいなとか、うん、まあその辺を考えながら行ったら結局はまあそのまま直行してフェリー乗り場に向かったわけなんですよ、うんうんうん、でまあ結局はフェリーなんとかギリギリセーフで、うん、時間がまあ間に合ったんですよ、うん、でまあ良かったっていうことで、うん、まあそのフェリー乗ってまあ苫小牧向かったんですけど、うん、でいざ苫小牧着いて、うん、エンジンかけたらそういえばガソリンが足りなかったのを思い出して、うん、あ、これはまずいなと、うん、もうすでに八戸へ着く段階でもあの警告サインも出てて、うん、結構しょっぱい状態だったんですよ、うん、やばかったですよ、うんうん、で、まあ、フェリー乗り場で、まあ、近くのガソリンスタンドまでなんとか持つかなということで、まあ、とりあえずフェリー乗り場は、苫小牧から降りられたことは降りられたんですけど、うん、で、最初の交差点ですか、うん、まあ、フェリー乗り場から100メーターか200メーターぐらい行ったところですかね、うん、止まって信号待ちで、さて動こうかなと動かないんですよ、うん、車が、うん。で、エンジンがよく見たら止まってんて、あれと思ったら、やっぱガソリンが足りなくて、うん、ガソリンスタンド着く前にガスケットになってしまって、はあ、そこでアウトですね。あ、そう。で、ガスケットは痛いよ。俺も、すごい経験してるなぁ。バツラジ始まってから2回ぐらいやってるしね。この TBS の地下でガスケットで車出せなかったって話したっけ？言ってない？あまりにもバカバカしいから言ってないのかな。俺実は地下中に、JAF 呼んだんだよね。JAF の車が地下に入ってくる様って結構面白いですよ。いつだか、まあ、ここ1年以内の話ですかね。で、帰りにみんなに会いませんように、みたいな感じで。あれ何やってんすかみたいな感じじゃん、だって。うん、ずーっと地下中で待っててね。すごいかっこ悪かった。ガソリンね、あれっていうのは本当かっこ悪いっすよ。もうカンカン鳴っちゃった。俺前に中継やってた時に、ガス欠で車止めて TBS に着くのが遅くなって、954のお姉ちゃんにケラケラ笑われたっていう屈辱的なこともありましたね、それはね。笑いながら運転するなよ、俺を乗せてっていうね。それは20代の時ですが。カンカン鳴ったっていうことは、
時間切れ。今日の優勝は、お、この人だ！ 150 センチライフおめでとう！身長が足りなくて大失敗。身長が足りないからっていうのがいいのかどうかわかんないよ、だって。ねえ、なんかしらやりようが、あ、上に乗っちゃえばよかったんだよね。よくあの、おじさんとかがさ、洋式便所になれない人がよく乗ってて、ねえ、上に乗ってみたいなね。この人はこんな感じでございました。逃げ場が私にはもうなくなっちゃって、とっさに出た言葉っていうのが、I was just at the bathroom って言って、私はただトイレに行っただけですって言ったんです、言うつもりだったんですけど、I was just the bathroom、 私はただのトイレだって言ってしまって、そっちの英語訳もなんか慌ててたんで足りなくて。私はただのトイレだ。はい。というわけで、このですね、150センチライフ、ニューヨーク在住おめでとうさーん。この人はニューヨークに住んでるってことは、自分が優勝してること知らないってことですよね。今寝てるみたい。あ、そうか。時差がだいたい半分ぐらいだ。夜中の3時ぐらい。あらあら、13時間ぐらいだから。なるほどね。ね。すごい深夜放送なんだ、じゃあ彼女にとってみれば。なるほどね。そして今日はですね、特別、宮川賞は3時台から2人です。1人目です。イークレーマーおめでとう。生産時に時間が来て100円アップされて、また100円足りなくなってしまったというあのコインパークのね。そしてもう一人、この人ですね。イエローカード、話しなさい審判に怒られてしまった。ねえ、この人、数合わせ、おめでとう。そうだね、数合わせ面白かったもんな。エンディングでございます。来週は、聴取率調査週間です。テーマは、ズバリ言うわよ、お色気な大失敗、萌え。セクシーお色気失敗談を大放出です。例えば、トイレや更衣室で服を脱いだら、混浴の温泉で突然異性が入ってきて、好きな人とイチャイチャしていたら、学校の性教育の授業で、お色気系のお店でセクシーなことをしたら、セクシーなテレビビデオを見ようとしたらなど、あなたのお色気な大失敗話を大募集中です。宛先は、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ宮川まさるのパカパカ行進曲。E メールアドレスは、パカパカアットマーク TBS.CO.JP。パカパカアットマーク TBS.CO.JP。どしどし待ってます。来週は、レーティングということで、賞金もスペシャルバージョンです。ラストマンスタンディングの優勝賞金は3万円のままですが、ファーストキャンプ賞がなんといつもの倍の1万円。宮川賞も倍額で1万円を2名の方にあげちゃいます。さらに電話ファックス E メールをくれた全ての人の中から抽選で5名に1万円分の商品券をプレゼント。来週12月17日パカパカ更新曲スペシャル、久々のお色気、大失敗期待してください。ほんじゃまた来週です。あ、あと1分ある。間違えた。絶対間違えてると思ったとかって言われた。黙ってよって思った。間違えてると思ったけど、黙ってよと思った。俺とか知ってるぐらいの、ひどいよ。なんで来週レーティングなんだからさ、レーティングの告知をもうちょっと丁寧に言わすとかいうことを考えてもいいじゃないか、聞いてんじゃん。面白そうだから。なんで、面白そうだからないって。コバもゼノさんもあと1分あります、あと1分あります。間違えてると思った、だって丁寧に言えばいいじゃないですか、これを。あ、もうまた言うには時間がいまいちな。もう一回言ってきますよ。テーマはズバリ言うわよ、お色気な大失敗萌え、ね。久しぶりな、お色系がテーマ、もうほぼ1年ぶりぐらいということなので、ぜひとも期待して来週を待ってください。あ、時間がなくなった。あるのかないのか。あ、半端なんだ俺。また来週です。さよなら。For your number one. 先生、今度の学芸会、カンタロウ君が一人で三役もやるなんて悲劇です。うちなんて通行人 F なのに。うちは雑草の役よ。一人三役なんてずるいわよ。東芝の DVD レコーダーカンタローは1台で3役、ビデオ、DVD、ハードディスクの3つが一緒で便利、操作も簡単だからカンタロー。東芝ラジオでマイルキャンペーン、キーワード発表。今日12月10日のキーワードは兼六園。兼六園です。このキーワードを書いて TBS ラジオのホームページ、携帯サイトからご応募ください。今なら ANA ご登場でダブルマイルキャンペーンも実施中。TBS ラジオ有楽者クリスマス&大忘年会2005、
大人のためのジャズコンサート、ビンゴ大会やゲーム大会など楽しいイベントも盛りだくさん。12月18日日曜日午後6時から新宿京王プラザホテルで開催。詳しくは有楽舎事務局03-3586-0954まで。4時55分になりました。 TBS ニュースと交通情報です。国連のアナン事務総長はアメリカを訪れている民主党の前原代表と会談し、日本が国連分担金の額の多さを問題としていることについて懸念を表明しました。アナン事務総長は日本時間の今日未明、ニューヨークの国連本部で民主党の前原代表と会談して、日本の安全保障理事会の常任理事国入りなどの問題について意見を交わしました。この中で日本政府がアメリカに次ぐ国連分担金を負担するのは不当だと主張していることに関して、アナン事務総長は減らすという話を聞いており危惧している、真剣ではないことを祈っていると話しました。さらに一方的に分担金を削減せずに分担金委員会を通じてやってほしいと求めました。これに対して前原代表は、日本は国民所得に比べて分担金を負担している割合が高いと述べたということです。栃木県今市市の小学校1年生吉田由紀ちゃんが殺害された事件で、遺体が見つかった現場の山林に運動靴とみられる足跡が残っていたことが分かりました。捜査本部は犯人の足跡の可能性があるとみて調べています。由紀ちゃんは今月の2日茨城県内の山林で遺体で見つかりましたが、この現場付近に運動靴とみられる足跡が残っていたことが捜査本部の調べで分かったものです。足跡は不鮮明な部分もあるということですが、警察はこの足跡が犯人のものである可能性があるとみて靴の種類の特定を急いでいます。また遺体発見現場の林道には複数のタイヤの跡も残っていて、捜査部は由紀ちゃんが連れ去られたとみられる今市市の現場付近に残されていたタイヤの跡との照合作業を進めています。長野県大町市で乗用車と路線バスが衝突する事故があり、乗用車の一人が死亡しました。今日昼過ぎ、長野県大町市の国道148号線で乗用車と定期路線バスが衝突し、乗用車の助手席に乗っていた男性が死亡し、運転していた男性が重体となっています。このほかバスに乗っていた一人も病院に運ばれました。警察の調べではバスには運転手と乗客合わせて10人が乗っていました。現場は片側1車線の見通しの良い道路で、事故当時路面には雪が積もっていたということです。警察が事故の原因を調べています。来年2月のトリノオリンピックのスピードスケート会場のこけら落としとなるワールドカップが9日開幕し、男子500メートルで加藤ジョージが35秒23で2位に入りました。中国の宇宝棟が35秒19で優勝し、清水博康は10位に終わっています。また女子500メートルでは吉井さゆりが38秒36で2位に、岡崎智美が38秒57で3位に入りました。中国の王万里が38秒25で4連勝を飾っています。以上 TBS ニュースでした。続いて交通情報です。ピザーラがお送りする TBS ラジオ交通情報です。高速道路は吹雪のため、磐越道磐梯熱海と会津若松の間通行止め続いています。中央道の上りは高井戸で7キロ25分。チェーン規制の方は上信越道、磐越道、東北道も福島県内から北側で滑り止め必要。首都高速は4号線の下り高井戸、落下物のため新宿から混んで50分。環状線の内回り北の丸付近の事故の処理終わりました。江戸橋過ぎて6号の上り向島から渋滞残って1時間以上。5号線の上りも板橋ジャンクションから環状線に向けて1時間20分。神奈川第三京浜から首都高三沢線への三沢ジャンクション。事故処理中で第三京浜方面、今4キロ渋滞伸びています。警視庁から交通情報をお伝えしました。ピザーラお届け。さあもう一息、注意して運転してくださいね。家に着いたらピザーラのメニューをチェックしてすぐに電話でオーダー。お風呂を沸かして荷物を片付けて、まもなく出来たての熱々ピザが届きます。 TBS ラジオを聞いたと言っていただくと、ローステッドポテト9本入りをプレゼント。ピザーラ。初詣は相模の国一宮、八方除けの寒川神社へ。安全は威力、緩み止めナットの決定版ハードロックナット。聞けば見えてくる。
TBS ラジオ。セブン銀行から。いろんな場所で、いろんな時に、いろんなカードが使えます。みんなの ATM。 5時です。